来週には必ず。もう勘弁してください。兄貴。ああ。すみません、本当。こんな取り立てに出張ってもらうなんて。気にするなって言ったろ、シンジ。はい。どこの奴らなんだ、その取り立ての相手は。すぐ近くの町金です。もともとは他の組から金借りてたんです。ところが金利すらまともに払わねえで、手に負えなくなっちまって、うちに債権回収の依頼が。そうなんか。で、いくら回収するんだ。2億です。取り判って約束になってますから、うちには1億入ってきます。そりゃ気合入るな。よし、行くか。お、兄貴、また新しい風俗店ができてますよ。お前相変わらずそっちの遊びにハマってんのか。兄貴もたまに。来ました、兄貴。ここの5階です。よし、入ろう。あんたら。夜遅くに悪いな。堂島組の桐生だ。いや、まさか桐生さんが直々に。用件は昨日うちの若いのが伝えたはずだ。明日まで待ってください。お願いします。夜逃げの準備しながら言われても説得力がねえな。それにできねえ約束はするもんじゃねえ。すみません、でもそこをなんとか。おい、いい加減にしろよ。殺すんですか。何？堂島組って、いや、回収や殺しばかりやってるところじゃないですか。金払わない奴は見せしめにされる。みんなそう言いますよ。あのな、そんなの金払わねえ奴らがあることないこと言ってるだけで。金は払わないって言ってんだ。ならやるしかねえだろうがよ。
もう勘弁してください。兄貴、回収しました。約束の額だ。悪く思うな。兄貴、ありがとうございました。でもこれでついに気流組の立ち上げですね。風間のおやっさんも言ってました。兄貴になら安心して組任せられるって。まだ決まったわけじゃない。あんまりはしゃぐなよ。はい。そういえばこの後セレナで錦のおじきと会うんですよね。今日は裏口からしか入れないみたいですよ。天下一通りの小道入って奥の階段2階です。分かってる。俺しばらく札の連中が来ないようにここで見張っておきます。半分の1億円は後で依頼先に俺が届けておきます。安心してください。ああ、頼んだぞ。何やってん、おら。おうおう、お前どこの組のもんや。え、すまん。すまんで済むか、ボケ。何もや、お前見とったで、キリュウちゃん。あ、兄貴、キリュウってあの、そうや、
堂島の竜、キリュウカズマちゃんや。お久しぶりです、マジマの兄さん。よせよせ、お前組立ち上げるって話じゃないかい。そうや、そこの店やったな。お前の馴染みがいるっちゅうのはえらいええ女らしいの。みんな言うとるで、一度あんな女こましてみたいってね。それよりこの方どないしようか。すんません、まさか桐生さんと。いや、いいんだ。甘いな、キルちゃん、甘々や。けじめはしっかりつけんと。まだまだ行くで。何や。その辺で。お前のためにやっとんのやろが。もう十分ですから。ほう、ま、ええわ。お前もこう思ったらこれくらい厳しくしつけせなあかんで。行くで。はい、はい、覚えておきます。でも、あ、でもなんや。俺は俺のやり方でやらせてもらいます。ふん、どんなやり方でやるっちゅんや。俺はちゃんと筋が通ったやり方を貫きます。なんや、踊れは俺に喧嘩売っとんのか。ええやろ、いっちゅやっとるか。いえ、兄さんとここで喧嘩をする理由はありません。筋が通らねえ。よっしゃ、これで俺と喧嘩する理由はできたな。俺が兄さんをムカつかせたんなら謝ります。なんやと。根性あんねやったら殴り返してくけ。気は済みましたか。ああ、その強がりどこまで続くかの。でアホくさ、筋通すなんぞ言うて無理しとるだけやないか。痩せ我慢っちゅうやつや。世の中筋の通らんことばっかりや。そんな意地張っとったら体が持たんで。どう取ってもらっても構いません。ですが俺は自分の考えを変えるつもりはありません。何があってもか。ええ、ふん。わかったわ。ほな、お前のその覚悟見届けさせてもらうで。四六時中ずっとね。何。でももし筋が通っとったら俺との喧嘩こうてくれるか。その時になってみないと。よっしゃ。ほな、どないしてお前をマジにしたるか早速作戦会議せな。行くでお前ら。へえ。ほな、またな、キルちゃん、楽しみにしとってや。ワクワクするで。あと少しで兄貴にやられるとこでした。キリュウのおじぎありがとうございました。
もう大丈夫なのか。はい、いつも真島の兄貴に鍛えられてますから。あれ、桐生さん、ここの奥に用事じゃなかったんですか？相変わらず静かだな。あなたたちがいちゃ怖くて飲めないでしょ、普通のお客さん。だから今日は貸し切り。レーナ、ユミは？今買い出しに行ってるの。どうせまた腹減ったとか言い出すんでしょ。違いね。どうなんだ、気流組の立ち上げは。まだ決まったわけじゃない。組長が決めることだ。組長も嫌とは言えねえよ。風間の親父がもうその気なんだ。堂島組はあの人で持ってるようなもんだからな。そこ行くと堂島組長は昔の自慢とメンツの話しかできやしねえ。控えろ、錦。ちゃ、またおめえに先越されちまったか。なあ錦、お前妹はどうなんだ？来月もう一度手術だ。多分次で最後になる。最後？体が持たないそうだ。これでダメならもう。そうか。あ、来てたのね、ユミ。ちょっと、もう酔ってるの？私も入れなさい。どうぞご遠慮なく。ごめんね、気持ちだけもらっておく。あら、こりゃユミちゃんに振られちゃったかな。ごめんね。おい、俺らだってお客さんだぞ。ごめんごめん、最近よく来てくれるお客さんなの。いつものでいい？おう。例のしのぎ、うまくいきそうか？え？ああ、裏カジノか。イカ様やって堅いから金をむしるのは、どうも性に合わねっつうか。何言ってんだ。自分の組持てるかどうかの正念場だぞ。ここでドーンと稼げば間違いなしだ。堂島組内気流組、天下の登場会の三次団体だ。迷ってんじゃねえよ。俺は一応射程頭補佐だぞ。今でも十分立派なもんだろうが。相変わらずだな、お前は。射程頭補佐だなんて名ばかり。邪険にされることもねえが、かといって出世の本筋でもねえっつう微妙な立ち位置だ。そんなお前が風間のおやっさんの後押しでようやく掴んだチャンスなんだ。死に物狂いで物にしなかったら意味ねえぞ。このまま行ったら一生飼い殺しだ。極道であるからにはやっぱり自分の組を持ってこそだろう。違うか？そうだな。お待ちどうさま。ねえねえ、さっきお客さんと偶然誕生日の話題になったんだけど、今度ユミちゃんの誕生日でしょ？二人はちゃんと準備してあるの？プレゼント。え？ああ、そういえばもうそんな時期か。バッカ、お前忘れてたのかよ。いや、最近忙しかったからさ。そういう錦山君は
もう何か用意してるの？もちろん、ユミに似合いそうなピンクダイヤのネックレス。まあ、なんだか高そうね。まあな、何ヶ月も前から予約していてやっと手に入ったんだ。実は今日渡そうと思ってちゃんと準備してあるよ。あら、そうだったの。それじゃあパーティーしましょうよ。お、それならいいケーキ屋知ってるから俺買ってくるよ。本当？助かるわ。お願いね。キリュウちゃんはどうするの？なあ、また今度ってわけにはいかねえか。そんなのダメよ。まだ間に合うから今すぐ用意したら？そんな急に言われてもな。ねえ、それじゃあ指輪なんてどう？え？指輪か。いいんじゃねえの？さすがレイナ、無難なチョイスだ。それはどうも。どんな指輪がいいんだろうな。それくらい自分で考えろよ。俺は手伝わねえからな。そう難しく考えなくても、気持ちがこもってれば何でもいいのよ。ダメだ、女の好みなんてさっぱりわからねえ。もうしょうがないわね。あ、それじゃああれなんてどう？あれって？フランスの有名なブランドの指輪なんてどう？新作が出たばっかりなんだけど、女の子にすごく人気なのよ。この前ユミちゃんと一緒に雑誌見てたら、彼女も欲しいって言ってたわ。ほう。ねえ、それにしてみたら？そうだな。よし、それにしよう。いらっしゃいませ。何かお探しですか？ああ、そのなんか女物の指輪でフランス製のやつが人気だって聞いたんだが。
あ、それならこちらでございます。ほう、これが今非常に人気でして、こちらが最後の一品なんですよ。今を逃すと次回入荷はいつになるか。よし、これをくれ。かしこまりました。贈り物でよろしかったでしょうか。ああ、その誕生日プレゼントにな。それでしたらサービスでお相手のお名前を刻印することもできますが。それじゃあユミって入れてもらえるか。はい、受けたまわりました。ごめんよ。ああ。もしかしてあなたもすられたんですか？ああ、ひょっとしてあんたも。ええ、私もすられてしまいました。あのすり師は隠れるのが上手でなかなか見つからないんですよ。路地の隙間とか自販機の裏とか。そうなるか。さっきそこの路地から天下一通りの裏路地へ走っていくのは見えたのですが、それっきりで。なるほどな。だがどこに隠れていようが絶対に探し出して取り返してやるぜ。もしも見つけたら私の仇も取ってください。わかった。おい、お前。へっ。盗んだ指輪を返せ。チッ、バレたか。おい、ちょっと待て。逃げ足の速いやつ。あ、財布がない。あの男スリだったのか。
ちょっと寄ってきませんか。ようやく見つけたぞ。指輪を返せ。くそ、また見つかったか。おっと、そう何度も逃がさねえぜ。まさかここまで俺を追い詰める奴がいるとは。まあ良いわ。ん？何笑ってんだ。指輪を返して欲しければ、一子相伝の暗殺権を受け継いだこのわしを倒してからにしろ。ませんでした。もう暗殺権はやめます。スリをやめろ。さあ、俺から盗んだ指輪を返してもらおうか。それがもう手元にないんです。何？どこへやったんだ。ちょっと前に質屋で金に換えちまいました。ふざけるな。今すぐ買い戻してこい。その、言いにくいんですが、その金も宝くじ買うのに使っちゃいまして。なんだと。当たってればいいんですがね。結果が分かるのはもっと先のことで。その指輪、俺のなんだ。はい？盗まれたんだよ。もともとは俺のなんだ。だから返してくれ。ああ、いるんですよね、たまに。そうやって騙し取ろうとする詐欺師が。違う。信じてくれ。本当に俺のなんだ。ヤクザの言うことなんか信じられるか？あんまりしつこいと警察呼ぶぞ。
おお、あれ、キリュウの兄貴じゃないっすか。シンジ、こんなとこで奇遇っすね。兄貴もソープっすか。シンジ、ちょうどいいところで出会った。何も聞かずに金を貸してくれ。え？あ、はい、別に構いませんけど。兄貴が金に困ってるなんてよっぽどっすね。そんなに高級な店行こうとしてるんですか。すまんが時間がない、急いでくれ。あ、はい。オンに切る。今度感想聞かせてくださいね。どうですか。おお、どうした。さっきと値段が違うじゃねえか。またあんたか。悪いけど値上げしたんだよ。なんせ人気の品だからね。頼む、これが最後の品だったんだ。だからよそで買い直すこともできねえ。うちなら買えるよ、お金さえあればね。そうだ、指輪が俺のもんだって確かめる方法がある。本物なら弓って掘ってあるはずだ。何を言ってもダメったらダメ。とにかく欲しかったらお金用意してきてよ。くそ。シンジ、あれ兄貴、早くないっすか。ショートだったんすか。シンジ、すまん、また金を貸してくれ。もう一回行かなきゃならなくなっちまった。兄貴、そんなにハマっちゃったんすか。頼む、詳しいことを話してる暇がない。他のやつに取られちまうかもしれねえんだ。ああ、そうっすよね、わかりました。すまん。よし、俺も負けてらんねえ。今日はオールでハシゴするか。指輪がない。さっきまであったのに。まさかもう誰かが買っていっちまったっていうのか。あ、あんたやっぱり来たんだね。おい、ここにあった指輪どうしたんだ。そんなに慌てなくても大丈夫だよ、ちゃんと取り置いてあるからさ。え、本当か。いや、あんたがとっても真剣な表情してたからさ、気になっちゃって。それでちゃんと指輪を調べたら、あんたが言った通り名前が刻印されてるじゃないか。だから盗まれたものだっていうあんたの話信じますよ。そうか、とにかくそれを売ってくれ。ああ、お代は結構です。盗品と分かったのに売買したらこっちも罪になっちまいますから。それにこういう仕事してるといろんな人を見るけど、やっぱり物を大事にしてくれる人の手に渡ってほしいんですよ。ありがとう、大事にしてくれるさ、きっとな。
ゃん、お誕生日おめでとう。おめでとう弓。おめでとう。みんなありがとう。ほら弓、プレゼントだ。何何、開けてもいい？もちろん。うわーすごい。いいのこれ、本当にもらっちゃって。当たり前だろ。ユミ。ん？実はその、俺からもプレゼントがあるんだが。本当に？ありがとう。その、これなんだ。この指輪、カズマが私に。おいおい、なんだよそのダッセー指輪。安っちいデザインだな。ほら、そういうこと言わないの。ああ、私の名前が彫ってある。余計だったか。ううん、そんなことない。ありがとう。大事にするね。ああそうなんだ。そういえばもうすぐユミちゃんの誕生日じゃない？そうなの？じゃあ何かプレゼントさせてよ。例えば指輪とかどう？指輪か、嬉しいけどそれはちょっと重いかな。どういうこと？ほら、やっぱりそういうのって好きな人からもらいたいっていうか。何？誰かそういう人がいるわけ？やだ、違うの、そういうわけじゃないんだけど。ごめんね、気持ちだけもらっておく。あら、こりゃユミちゃんに振られちゃったかな。ごめんね。おい、俺らだってお客さんだぞ。ねえねえ、私の誕生日はどうしてくれるの？さあな。じゃあキリュウちゃんからはネックレス、錦山くんからは指輪とか。なんだよそれ、別にいいけどさ。おはよう、キリュウちゃん。疲れてたの？随分寝たわね。うん？錦はどうした？錦山くんならもうとっくに出かけたわよ。キリュウには負けてられないからなんて言って張り切ってたわ。そうか。今何時だ？もう4時ね。そろそろ風間さんのところに行かないとダメなんじゃないの？ああそうだな、そろそろ行くよ。お前はどうすんだ？うん、少し開店の準備したらお店閉めて外でお茶でも飲んでくるわ。そういえばユミは？一回家に帰ったわ。もう少ししたら買い出し済ませて私と交代でお店に来るけど。そうか、じゃあまた今夜軽く顔を出すよ。わかった、待ってるわね。じゃあしっかり風間さんにそのケース渡しなさいよ。今夜待ってるね。
おいお兄さん、一杯飲んでって。キリュウさん、キリュウさん。なんだ、田村か。どうしたんだお前。いや、ちょっとキリュウさんに紹介したい奴がいましてね。青木と言います。実はこいつ、俺がいつも情報を流してる雑誌の駆け出し記者なんですわ。雑誌？ええ、スパって言うんですけど、読んだことはあります？俺が拾った情報を高く買ってくれるんですよ。で、今この街で一番生きがいいのはって聞かれたもんですから、旦那のこと。あんまり変なこと言いふらすなよ。はい、わかりました。今後ともよろしくお願いします。ああ、じゃあまたな。おお、来たか。失礼します。ああ、ご苦労さん。今月分のしのぎです。お納めください。おう。また無茶したんじゃないだろうな。いえ。カズマ、お前が無茶すりゃ下の連中は歯止めが効かなくなる。もともと暴れたいって奴らの集まりなんだからな。キリュウなら大丈夫ですよ。分別のある男です。それにな、親父だって昔は東城下一の殺し屋っつって。柏木。すみません。すまんが外してくれ。へい。しかし文字通りの子供だったお前に組を任せる日が来るとはな。おやっさんがいなけりゃ今の俺はありません。おい、そう固くなるな。はい。ひまわりには顔出してるのか？いえ、最近は錦も弓も行ってないみたいです。たまには行ってやれ。あそこの孤児院はお前たちのふるさとみたいなもんだ。ええ。おう。失礼します。桐生さんにお電話が。新次さんからです。俺だ。真司です。レーナさんから兄貴に伝えてくれって。今さっき道島組長がユミさんさらっていったんです。ユミか。なんで組長に？詳しくは分かりません。でも錦のおじけもそれ聞いて組長のところに。錦が。で、場所は？劇場の横のビルの組長の事務所です。分かった、すぐに行く。おい、どうした？道島組長が弓を強引に連れ去ったらしいんです。それで錦が一人で弓を助けに。まずいな。組長は気に入った女はどんな手使っても手に入れる人だ。そこに錦山が入っていったら何が起こってもおかしくね。俺行ってきます。よせ。え？ここでお前まで行ったら三人ともただじゃ済まねえぞ。ここは耐えるんだ。せめて俺が手を回すまでお前は待て。おやっさん、弓と錦は兄弟なんです。俺のだから、今俺が行かねえと。カズマ。
おお。キリエ、奪った金返してもらおうか。悪いな、今急いでるんだ。このままじゃ引き下がれないんでね、腕っぷしのいいやつを雇ったよ。生きて帰れると思うな、覚悟しやがれ。島組長、キリュウ、ユミを無理やり、だから撃っちまったんだ。カッとなっちまって、何発もユミ、ユミ、おい、しっかりしろ。やっちまった、東商会の大幹部を。弓を連れて逃げろ。何言ってんだ、おめえこそ弓連れて逃げろ。お前がいなくなったら妹はどうなるんだ。次の手術が最後なんだろう。そんな時お前がいねえで誰がいてやるんだ。だからお前はここにいちゃいけねえんだ。でもお前は。弓を頼む。キリュウ、行け。
ふざけるな。俺がやった。金のことで組長と揉めて。いい加減にしろ。伊達君、もういい。よくはないですよ。奴はこれから組も通って男なんですよ。こんな殺しやるわけねえ。誰かをかばってるんです。これはヤクザの抗争だ。誰がやったかは問題じゃない。迅速な事件の解決、それが今求められる全てだ。くそ。刑事さん、俺の持ち物の中に指輪があります。そいつを若頭の風間に渡してくれませんか。申し訳ありませんでしたって伝えてください。虫が良すぎねえか。そりゃ分かってます。約束はしねえぞ。はい。囚人番号1240、面会だ。俺は破門でいいのか、俊二。はい。自分の親殺したんだ。絶縁なんじゃねえのか。東条会士三代目世良会長が破門にすると決めたそうです。どういうことだ。自分にも分かりません。ただ風間の親さんがこの破門状を兄貴に渡すようにと。道島組はどうなるんだ。風間の親さんが引き継ぐそうです。そうか。時間だ。兄貴、由美さんが行方不明なんです。事件の次の日から由美さん記憶をなくしてたんです。錦のおじきや兄貴のことも。で急に病院から姿を。すいません、風間の親さんには口止めされてたんですけど。おい、時間だ。誰かちゃんと探してるのか。はい、錦のおじきや風間の親さんが。聞こえんのか。信じ、弓を頼むぞ。錦にもそう伝えてくれ。はい、わかりました。てめえ、なんだその態度は。そこ何やってるか。なんだよ、話せこの野郎。うるさい、来い。あれは、ったく物騒でいけねえな。おっと、こちらさんも物騒な面してる。なあ、あんただろう。自分の親分殺したってヤクザ。黙って食ってろ。さすが貫禄だね。堂島の竜、堂島組射程頭補佐桐生一馬。何やってんだよお前ら。道場会の幹部やったんだ。こんくらい想像してたろ。堂島組長があの世で寂しいとさ。Hey!
誰の命令だ？セラ会長だ。登場会の三代目だよ。なんだと？何が堂島の竜だ。あの野郎絶対に生かしておけねえ。俺はまだ信じられないっすよ。あの桐生のおじきが親殺しをするなんて。何かの間違いなんじゃないですか。現行犯で逮捕されてんだ。間違いも何もねえだろうが。ったく、これから組立ち上げさせて堂島組に貢献してもらおうって時に何勘違いしたか知らねえが、組引っかき回しやがって。組の方は風間の頭がまとめてくれてるからなんとかなりそうだが、頭の頭でどうけじめつける気だ。なんといっても桐生は頭のお気に入りだったんだからな。頭のお気に入りといえば、錦山はどうしてるんですか。さあ見てねえが、やつがどうかしたか。いや、せめて捕まったのがあいつだったら話もこんなにこじれねえで済んだのにって思いまして。ちげえね。今からでも茶か持たせて出頭させるか。だから現行犯だっつってんだろうが、ボケ。その役にも立たねえな。あいつ何のために組にいるんだ。嘘でしょ。嘘って言ってよ。だって錦山君言ったじゃない。大丈夫、俺が由美を助けに行くから心配するなって。それなのにどうしてこんなことになっちゃったの。ねえ、錦山君助けてあげられなかったの。何もできなかったの。どういう意味だ。え、俺が役立たずだって言いたいのか。いや、そんなつ…お前までそんなこと言うのか。食事始め。囚人番号1240、手紙だ。え、この10年で初めてだな。お前も明日で仮釈放だ。待ってる人間がいるってことか。おやす。
で、三代目、今日は一体何の緊急幹部会で？やつから緊急の議題があるそうだ。お前が？おい、てめえの裁量で幹部会とはどういう了見だ、錦山。直系組長の皆さんがいるこの場で三代目に伺います。東都銀行の貸金庫にあった組の金100億盗まれたってのは本当ですか？100億言うたらお前会長を外れにです。やかましい。おい、今のが下手な作り話やったら縁故やすまん話やで。三代目、その情報どこからだ？関西五代目近江連合の寺田です。この件はしっかり裏取って話すつもりだった。ほんなら100億は？ああ。ふざけんな！東条会2万5000死に物狂いでかき集めた金や。100億言うたらどんだけの血流れてるか分かったんだか、おら！島野、てめえ誰に向かって口聞いてんだ？この件は東条会本部預かりにさせてもらう。今日はご苦労だった。おい待てや！そんなんで納得いくか？会長、三代目、会長、10年、お前のいない10年で東条会はすっかり変わった。お前を迎えに行くこともできん。錦山のこと、由美のこと、お前と会って話したいことが山ほどある。伝えなければならないことも。スターダストという店がある。その店のオーナーをしている和樹という男に会ってくれ。話は通しておく。風間慎太郎。おう、ちょっと待て。ん？おう、やっぱりキリュちゃんやったんか。真島の兄さん、ご無沙汰してます。この度出所してまいりました。お前がそろそろ出てくるらしいと聞いてな、こうしてここで張っとってんや。やっぱり俺の勘に狂いはなかったわ。どうして俺を？なーに、アホなこと抜かしとんねん。約束したやないか、お前を四六時中見張るってな。 ああ、そういえばそんなこともありましたね。それやというのに、お前と来たら
殺しなんぞで10年も無所に入るよってしゃあないから、俺もお前を追って無所に入ったろかと思ったくらいや。まあええわ、ほな早速俺と喧嘩しようか。そう来るんじゃねえかと思ってましたが、悪いが兄さんとここで喧嘩をする理由がない。筋の通らない喧嘩はしないと前にも言ったはずです。理由ならある。何？昔のお前やったらさっきみたいに簡単に背後を取られることもなかったはずや。もし俺がその気やったらお前は死んでたで。ご忠告痛み入るが、それがあんたと喧嘩する理由とどうつながるんだ。今のカムロ町はそんくらい危険ちゅうで、平和ボケしたアホがのんきにぶらつく場所やない。せやから今のお前にこのカムロ町に足を踏み入れる資格があるかどうか俺が試したる言うとんね。俺がその平和ボケしたアホだと？もうそれちゃうちゅんやったらガタガタ言うとらんで力で証明してみせるや。いいだろう、ならばその挑戦受けて立つ。これで分かったやろ、自分がこの10年でどんだけ鈍ってしもうたか。馬力もないテクニックもない、どこにでもおる勤め明けのしがないチンピラ。それが今のお前や。そないな弱さで生き残れるほど今のカムロ町はあまないで。くそ。せやけど変わっとらんもんが一つだけある。その目や。何？お前の目はまだ光を失うとらん。お前は必ず昔のように、いや昔以上にごっつい男になれる器や。兄さん、ええか、お前がこの街を歩く限り俺はいつでもどこでもお前を見張っとる。突然喧嘩売られて死にたなかったら死ぬ気で昔のお前を
堂島の竜を取り戻してみるや。分かった、俺もこのままじゃ終われねえ。あんたを踏み台にして必ず這い上がってみせよう。ほな期待しとるで、キリュウちゃん。おい、あんた、見かけねえ面だが何してんだ。お前に関係ないだろ。あるんだよ、それが。おっさんさ、どう見ても普通じゃねえよな。何探り入れに来たんだ。田村ってやつを探してんだ。はあ、田村ってあの情報屋みてえなやつか。さあな、探せばいるんじゃねえのか。そうか、じゃあ用はない。じゃあ。ちょっと待てよ、おっさん。なんで田村探してんだよ。ますます怪しいね。ちょっと顔貸してもらうぜ。嫌だと言ったら。じゃあ仕方ねえな、ちょっと痛い目にやってもらうぜ。何者なんだ。知らない方が身のため。お前の方こそ何やってんだ。俺はこの辺の仕切りやってる親分さんから見張り頼まれてんだよ。今日は殺人事件もあったし、怪しい奴がいたら片っ端から声かけろって。そうなのか。
まあいい。ならお前、この辺の情報屋の一人や二人知ってんだ。ええ、まあ今この辺で有名なやつは青木って記者だよ。劇場前の広場に今日もいた。分かった。お前も下手な真似すんじゃねえぞ。はい。人間じゃねえよ、あんた。